また会うたな。この列車は大阪工業の貸し切りや。あんたも乗るんか？勝谷社長は？おらへんで。さあ、手紙を渡してもらうが。嫌です。私が約束したのは勝谷社長です。でも、一人で来るって言ったのに約束を破った。もう手紙は渡しません。ごちゃごちゃ言うなよ。そもそも会長のやり方は甘い。わしらその手紙一つのために散々振り回されとんのや。この後に及んでも偽物捕まされた日には無駄惚れもいいとこや。わかった。渡さんのやったらお前ごとさらうまでや。さっさと乗りや。そんな。いいやないか。どうせこないな状況じゃデビューコンサートなんかできへんのや。わしらに東京観光の案内でもしてくれや。手紙もろた後でな。ん？何やその顔は。まさかまだコンサート諦めてなかったんか。ガキのくせにどこまで強欲やね。の手紙はそんなかやな。いや、返して。これやな、間違いなさそうや。返して。よし、ほな行くで。ちょっと待った。秋山さん。ああもう走るとしんどいね。もうタバコやめるか。またお前か。一体何やねん。お前には関係ない話やろが。関係ならあるさ。ああ俺にはパクさんから引き継いだ夢があるんだね。夢やと。はるかちゃんが日本ドームでコンサートすることはパク社長にとっての夢だった。そしてその思いは俺が受け取った。その子の夢は俺の夢でもあるんだよ。なんやそれ。お前らの世界にもあるだろう。親の夢を子が継ぐ。最近のヤクザったらそんな教育もしてないのか。貴様、夢ってのは人から人へと受け継がれていくもんなんだ。だから遥ちゃんの夢をお前たちに潰させるわけにはいかない。青臭いこと言いよって。この世界なんぼ夢見ても力のある者にはかなへん言うこと教えたるわ。ああお前らこのガキいてもたれ。はよ楽にしたる。
秋山さん。はるかちゃん、俺たちに黙って解決しようとしたことは後でたっぷり説教してやる。だけどどの道俺も君を東京に連れて行くつもりだった。え、どうしてですか？さっき言っただろ、君は東京に行ってコンサートを成功させなきゃならない。それがパクさんの夢であり俺の夢であり君の夢だからだ。夢ってのは叶えなきゃならないもんなんだよ。はい。それに大阪にいてもまた近江連合に襲われ続けるだけだ。それよりは東上会の力がある神室町に行った方が安全だと思う。わかりました。よかった。納得してくれて。私も社長と約束したんです。コンサートの前の日、待ち合わせ場所に行って社長の代わりに旦那さんに会うって。でもこうなった今は社長が亡くなったこと、辛いけど伝えなきゃいけないし。そうか。よし、それじゃあすぐに向かおう。この新幹線に乗ったら東京で近江連合の奴らが待ってるかもしれない。タクシーで東京に行こう。はい。会長、すんませんでした。どうして勝手に行動した？沢村遥とは俺が一人で会いに行けば手紙を渡すよう話がついていた。そのことはお前も知っていたはずだ。それはまたあの秋山という男が出しゃばってきよると思ったもんやさかい。俺の手に余ると？ちゃいます。ただわしらも予防線張っておこう思て。だがその結果お前たちは秋山に敗れ、手紙を手に入れることもできなかった。まあお前も組のためを思ってやってくれたんだ。それを責める気はない。元はといえば俺が堅気の仕事に手一杯で極道の仕事は任せっきりだったのが原因だ。いえ、そんな。チャンスはまだある。次こそ逃さなければそれでいい。仕事してるとよ、顔が気になって仕方ねえんだ。アイドルってのは所詮ただの幻。中身がどうであれファンの目に映るのは外面だけ。だから俺はいつもアイドル志望のガキを審査するときは人を引きつける何かが顔ににじみ出てるかどうかで判断する。顔が大事なのは極道も同じ。いくら脅し文句並べたところで顔に怖さがにじみ出てなけりゃ堅気の人間はこれっぽっちもビビりやしねえ。ましてや沢村遥はあの桐生一馬に育てられた少女。それこそ極道なんて見飽きてるくらいだろうよ。お前があのガキを脅した結果どうだ？ビビって手紙を差し出してくれたか？違うよな。ビビるどころかますます渡してくれなくなっちまった。つまりな、お前は全然怖くねえんだよ。沢村遥に舐められてんだ。極道ってのは人に恐れられてなんぼだろうが、脅すんだったら一度でちゃんと決めてこいや。
たちも東京に行く。はい。それにしてもまさかこの俺がここまで熱くなるとは驚きだ。あれだけ極道という世界が嫌いだったのに、目の前に近江の跡目という餌をぶら下げられたら食いついちまうんだからな。会長、真島は俺が必ず始末する。きっちりとな。日本ドームでのコンサート終了後、お会いできること楽しみにしております。当日は一人で参上するので遠慮は無用に願います。真島五郎。社長。9回裏2アウト、ワイバーンズの代打は品田達男です。東京都出身の22歳、4年間のファーム生活を経て今日一軍登録されたばかりのバッターです。この局面で守備の要ともいえる酒井選手に代わって初打席品田。いや、藤田監督随分思い切った采配ですね。そうですね。酒井選手に何かねアクシデントでもあったのか、もしくはこう延長を、ね、見越しての策なのか。なるほど。まあどちらにしても何か別の意図があっての代打と考えるのが自然でしょう。さあ、ここまでワイバーンズ打線を抑えているギガンツ澤田投手にとっては長打を警戒さえしておけばいいわけですから、ここで一安心というところでしょうか。さあ、1球目を投げた。左へ切れた。ファウル。サード投手としてはここは長打は避けたいところですからね。はい。それに今日のカーブ、キレいいですよ。自信があるんでしょう。さあ、澤田、2球目どういった球を投げるんでしょう。2球目を振りかぶって投げた。またカーブ、うまくカットしましたね。ファウル、ファウル、ファウル。6球目もカットしました。品田、カウントはツーナッシングのままです。いやー、品田選手いいですよ。すべて積極的に振りに行ってますよね。はい。なんとか澤田投手のカーブにね食らいついていこうという姿勢が見えますね。そうですね。ここまですべてカーブの澤田、一発を狙うバッターの心理を読んだ見事な配球と言っていいんでしょうか。まあでも品田選手も徐々にタイミングが合ってきましたよ。完全にカーブ狙いですね。7球目打った。大きい大きい、伸びる伸びる、入った。ホームラン。来ましたね。いや、大きいホームラン。なんというドラマ。今日一軍に上がったばかりの品田、プロ初打席初ホームラン、しかもサヨナラですよ。いやー、カーブ連投の後のストレートですよ。普通のバッターだと差し込まれるんですけどね、よく打てましたね。ワイバーンズの新たなヒーローが今夜誕生しました。ワイバーンズ品田、品田達男。
なんだ、いるんだろ。おい、開けろ、こら。おい、こら、起きろ。何やってんだよ、こら。品田、今回は絶対返すって約束だろ。おい、こら、早く開けろ、こら。聞こえたぞ。もうちょっと待ってよ、宇野さん。あ、やっぱいるんじゃねえか。ドア開けろ、こら。そんなに怒んなくても、俺と宇野さんの仲じゃん。俺とお前の仲だ。俺はお前との腐れ縁をなんとか切りたくて仕方ねえんだよ。返せよ、俺の様。俺は宇野さんとの縁を切りたくないの。なんだよ、どういう意味だよ。金の切れ目が縁の切れ目って言うでしょ。完全返済なんて俺まだしたくないの。そうやってなんだかんだ言ってビタ一文返さねえつもりなんだろうが、今日という今日は絶対返してもらうからな。おい、開けろ、こら、開けろってば。おたくも切り取り、時間かかるならうちは出なそうか。いや、そんな。な、どうしたの。じゃあ俺も手伝おうか。大丈夫です、もう帰るんで。品田、出た方がいいぜ。本業さんだよ。おい、品田。高杉さん。いや、さっき大家さんに会ってね。ここの大家さんいい人だね。家賃を代わりに取り立ててあげるって言ったら喜んで貸してくれたよ。いや、困るな、大家さんったら。今日振り込もうと思ってたのに。さっきの彼からも借りてんの。ダメじゃない、仇同士でお金の貸し借りしちゃ友達なくすよ。そうっすよね、さすが高杉さん、いいことおっしゃる。でももっとダメなのはよ、本業から借りて返さねえことだよな。しだだ、今日が何の日か忘れたんじゃねえだろうな。覚えてます、覚えてますよ、利息の返済に。だよな。うちの下の子の財布だってもっと入ってるぜ。翔さんだけどよ。こりゃ恥ずかしい。ひなだ、風俗ライターなんて食えねえ仕事してねえでよ。俺がもっと割のいい仕事面倒見てやるよ。まさか今さらマグロ漁船なんて王道じゃないっすよね。以前借金の方に小さな板金屋の権利を抑えたんだが、社員不足でな。板金屋、そんなに稼げるんですか。おう、金属の板をプレス機の上に乗せるだけの単純なお仕事なんだけどよ。ほうほう。まずはそこの正社員になる。で、仕事はすごく簡単さ。金属と一緒に自分の指もプレスして落とすんだよ。ほうほう。え、社員になれば労災適用されて、指一本だいたい30万くらい保険金が下りるからよ。お前の場合だと1本、2本、3本。まあ、完済しても鼻くそくらいほじれるだろう。いや、紹介はありがたいんですが、ほら、今日の夕方は取材一件入ってるんで、ちゃっちゃと原稿書いてギャラもらって、そしたら高杉さんとこに直行しようと思ってたんすよ。ほう、関心じゃねえか。でしょ、さすがに利息も返せないんじゃ、やばいことぐらい俺も分かってますよ。だったらよ、なんでこんな時間まで寝てんのよ。品田、あんまり玄人の金貸しなめてると
出すとこ出すからな。出すってどちらに？俺はその気になりゃ名古屋組にケツ持ってもらうことだってできんだぜ。やだな高杉さん、ご冗談を。冗談で済ませてほしけりゃさっさと仕事してこい。どうも、夜遊びマガジンです。いらっしゃい。なーに、たっちゃん、取材の時間過ぎて待っとるがね。いやいや、店長いつもごめんなさいね。もうあっちこっちの店からさ、うちを特集してくれたの、新人が入っただの、取材依頼殺到でさ。でも安心して、次の関東グラビアはミルクちゃんって俺決めてるから。俺がよ、ミルク、今日からしばらく店休むと。え？今日来てないの？なんで？知らんがね。店長でしょ？店の子のプライベートに首突っ込んどったら身が持たへんがね。女も40超えるといろいろあるんじゃねえのか？更年期障害とかよ。まずいよそれ、夜中に入稿しないと印刷間に合わないんだよ。まあたっちゃんプライベートでもよ、ミルクの常連だでさ、今さら体験取材しせんでも適当に書けるがね。ダメだよ、絶対ダメ。今日は何が何でもミルクちゃんに来てもらわないと。
一応きっちり体験してから書かないと臨場感出ないからさ。プレー代経費で落とせるからって公私混同しんといて。こないだもミルクの特集組んだだろ。でも俺が言うのもなんだけど、あんな写真載っけてまって問題に合うわけ？まあそれなんだけどね、こないだのミルクちゃん特集編集部に大量のクレームが来ちゃってさ。そりゃそうだわ、若い頃の写真なんて使うから。今とどえりゃ違うしな。どうしてもミルクちゃんがこの写真使ってくれって言うからさ。ほんでも何年目の写真なんだこれ。相当前だろうね。あ、というわけで俺も編集長にこってり絞られて、今月は何が何でも現在の写真を撮って掲載しないとクビだって言われてんの。それに今日原稿料もらわないと俺の指がほとんどなくなってミクちゃんの太もも触れなくなるんだよ。わかったわかった、声出すなよ。つないだるで自分で説得しや。もしもし、ミルクちゃん。たっちゃん、ごめんね。どうしちゃったのさ。実はね、私の弟がね、久保田警備っていう警備会社に勤めとるんだけど。警備会社？美術品を運搬する警備中に高価なもの壊してまって責任問題になっとるらしいんだわ。弁償金を払わんと怖い上司に殺されるかもしれんせんって。今会社に監禁されてまっとんだわ。それは警察に話した方がいいんじゃない？彼の上司以前門下におったんだって。なんかあると決まって名古屋組に勝ち込みさせたるぞって脅されとるって言っとったわ。名古屋組か。警察に通報したら何されるかわからんでしょう。私心配でデーラ取材どころじゃにゃーって。だでごめんね、たっちゃん。じゃあ、ちょっと待って。弟さんが無事解放されたら安心ってことだよね。今日取材受けてくれるってことだよね。でもどうしたら。久保田警備って言ったよね。俺が何とかしてみる。とりあえずミルクちゃんはいつもの出勤の準備して待ってて。店長、久保田警備ってどこにあるか知ってる？確か一応通りにあるはずだけど。何、たっちゃん行く気か？こっちも首と指がかかってるんでね。